去年の8月に、ちょうど去年の4月に中国全土で反日デモが起こったということはご承知だと思いますけれども、日本と中国の間にですね、本当の意味で議論し合う環境を作りたいと、それを民間のチャンネルで作りたいということを去年考えまして、去年の8月に私たち言論 NPO、 日本の非営利組織ですが、中国の北京大学とそれからチャイナデイリーと3社で合意しまして、北京東京フォーラム、日本では東京北京フォーラムというんですが、それを立ち上げました。で、今回は明日からその本格的な議論が始まるわけですが、その第2回目の大会ということになります。で、この日中の新しい議論のこの交流はですね、単なるその専門家だけがどっか密で議論するんではなくて、まず日本と中国の間の国民の考え方、意識を反映させた議論をしよう、また議論の中身を可能な限り日本と中国の国民にも知ってもらおうと、日本と中国だけではなくて世界に私たちアジアの議論を伝えたいと、そういうことで企画がなされているわけです。今回の発表する世論調査はですね、まさに日本と中国の国民の意見、意思、それから認識、見方、それを私たちの議論に反映させるために行われるものです。このように日本と中国が共同で記者会見を行って10年間にわたって毎年行うというのは、今まで全くその日中間で経験がなかったことでありまして、私たちはこの文面作りから全て隣にいる北京大学と一緒になって議論し、そして可能な限り現状の日本と中国国民の意識を反映するように努めるような設問体系、設問を作り上げました。その上で今日はその内容についてご報告させてもらいます。で、まず今日報告に先立ちましてですね、今日の記者会見の参加者を説明させていただきたいと思います。まず私の隣にいるのはですね、北京大学の国際関係学院の教授の李玉先生です。お願いします。で、その隣にいらっしゃるのは韓志明先生です。いずれも中国側の世論調査をと、それから学生のアンケートを担当されてさせていただきました。で、言論NPOはですね、言論NPOの人たちの間でこの世論調査の分析しましたが、今回隣に世論環境会の黒田さんに来ていただきましたが、黒田さんと協力、この世論環境会と協力してですね、日本側の意識をかなりクロスも含めて徹底的な分析を今回行いました。それで今日は同席していただいたわけです。で、次に今日発表する資料について簡単に説明させていただきます。まずお手元にあるのは4つの文章があると思います。1つは日中共同世論調査の調査結果というこの文章です。これが私たちの今回の発表の文章になるわけです。で、この発表の文章を説明するのがですね、記者会見資料という形でお手元にあると思いますが、記者会見資料ですね、これですね、これがその説明になってます。ただこれはですね、実を言いますと私たちが今回行った調査というのは日本と中国の世論調査のほかに、中国では学生のアンケート、中国の北京の大学の学生のアンケートですね、日本は有識者のアンケートも4つの調査結果を今回公表するわけでして、これは世論調査の中身だけの比較をしておりますので、合わせて日本と中国のその調査結果のデータ編を2つつけてあります。それがこれの2つの資料だけですね。で、つまりこの4つの調査結果が私たちの今日の発表になります。で、今さっき鈴木さんこの彼女が言った話はですね、中国編のこの参考資料のデータ編に一部改善点がありましたので、治ったものが渡っている方もいらっしゃるんですね。ただ治ってないものが届いている人がいらっしゃいましたので、もう一回配布させていただくということです。ただ私の方で一応訂正点について後から説明させていただきますということです。じゃあ早速私の方から簡単に説明させていただいて、補足として北京大学の李玉先生、韓志明先生、黒田さんの方から一応補足で説明していただきたいと思います。
で今回 の、 その発表するあの4つの調査なんですが、一つは日本の世論調査です。これはあの全国で18歳以上の男女をあのやりまして1000人